四国放送です、はい、あの県を通じて交付されました特別交付税を、はい、まあ、鶴木町とかですね、その3町の方から不満が出てますけども、それに関してその交付の段階で県の方から意図的なものがあったのかなかったのか、その点ちょっとご説明いただけますでしょうか。はい、まあ、交付税、特に特別交付税、ほとんどの皆さん方あまり聞き慣れてない言葉だと思うので、少しそこからお話をしていきたいと思います。で、実はこの交付税というのは、よくマスコミの皆さん方は国からの依存財源、自主財源と書いてくれない。ただこれは法律で定まった地方の自主財源なんですね。で、多くあるのはこの全体の 94% の普通交付税で、これは大変精緻な、例えば基礎数値といって人口だとか、それぞれの都道府県市町村の面積、こうしたものに密度補正とか段階補正といって人口に応じてとか、さまざまな補正をかけて、そして大体標準団体というんですが、このぐらいお金がいるというものを出していく。で、これでしっかりとまだなっている。ただそれ以外のいろんな事業やるには国の補助金をもらったり、あるいは税収、こうしたものもこれある。もちろん税収についても一定金額を引かれて、その分交付税をもらうという形も取るんですね。だから東京都のように交付税をもらっていない、そこはなぜかというと税収の方が多い、もう交付税もらわなくてもいいという形に算定上なっている。ただまあ徳島はじめ多くのところは交付税をもらっている、まずこういうものである。で、ただこれも本当だったら地方全体で分け合えばいいんだけど、やはり当然、いや、そっち多いじゃないか、こっち多いじゃないかということになるので、国が一定の意味を申し上げた精緻な数値を作って普通交付税を定める。しかし全部をそれで配ると、例えばその年度当初に想定をしていたものと考えてないような事例が起こる。その最たるものが災害。それともう一つは、常に起こるんだけどどのくらい降るかわからないという除排雪。つまり東の国の、まあ、地方ですね、寒いところがここにある。この2つが不確定要因、まあ、そうしたことで全体の 6% 部分、これを特別交付税ということで留保してあるんですね。そしてこれを国の省令、特別交付税のそういう省令がありまして、どういう項目がその特別特殊な財政事業だというもの、大体200項目ぐらいある。で、そうしたものの中にもバクッとした包括的に項目だけを示しているもの、これが27+1が何かというと、その27に当たらないその他財政事業とこう言っているわけですよね、まあ、こうした構成に実はなっているというものなんですね。ということで、まず災害がどういう傾向にあるのか、つまり課題に算定をして予算に穴が開いてしまうと都道府県も市町村も運営が厳しいということがあるので、大きく2つその算定にあたっての会議をやっています。一つは副市町村長総務課長会議ということで、これは総務省の方からも今年はどうも災害が多いよ、あるいは雪がどうも気象庁の予測ではかなり降りそうだとなると、災害がそれまで起こっていないところ、あるいは雪の降らない四国をはじめ九州とか南国ですね、そうしたところはなるべく抑えてほしい。例えば平均が何ぼかと思ったらそれをぐっと抑えてくれ、まあ、こうした話が来るので、それを皆さん方にもお伝えをまずバクッとする。そしてその後はうちの地方創生局の方で各市町村にヒアリングをさせていただいて、どんな特殊財政事業がありましたか、例えばまだ当然災害があったかないか、これが大きいですね。それからあとそれぞれでいろんな施策をやっているので、そうしたもので例えば補助金もらってない、そうした部分について特殊財政事業として出してくる。実はその包括的な項目の中で27項目とさっき申し上げた中には、例えば鉄道などこうしたものについての高度化であったり、あるいは特別のその選挙を行う、議員さんたちがかけてしまった、首長がかけた選挙を行うとか、まあ、こうした実は、あるいは地震の対応とか、
書いてあるんですけどね、まあ、そうしたものを聞きをする、そして聞いたものを全体取りまとめて、今度はそれを特殊財政事業として総務省の方にこちら側から言いに行くわけです。でそれをやるのが私の仕事、まあ、場合によって知事が行くテーマありますけどね。それで徳島県では市でこんな状況だ、町村ではこんな状況だ、だからなるべく配慮してもらいたいと、まあ、こうしたことをこう申し上げる。もちろん災害のあった県、あるいは雪がたくさん降るところ分かるんだけど、徳島の事情をよく分かってもらいたい、市町村大変なんです、まあ、実はこういうふうに申し上げて、で最終的に金額が来る。で市については全部国の方からそれぞれいくらで、県の場合には町村16町村の総額が来る。だから知事としてやることっていうのは、そうした各地方創生局が市町村からヒアリングをした特殊財政事業、これをいかに国の方に理解してもらうのか、つまりいかに町村の枠全体を増やすのか、これが一番の仕事ということに実はなるんですね。当然そういうことですから、前の年に金額は結構あれば、次の年その特殊な事情がなくなる、そうすると当然減るということになるんですね。ということで、その毎年の浮き沈みっていうのはかなりドラスティックにある。つまりそうしないと、さっき言った 94% の普通交付税をより各市町村が経営をその1年していくにあたってちゃんと補っていくということができないということになるんですね。だから大半はもう災害と除排雪だと思っていただいたらいいかと思います。だからどうしても南国は不利になる。でもその中で線状降水帯も県南の方ではあったし、あるいは DMV など鉄道の高度化、こうしたものも項目にありますから、そうしたことは力強く国の方に言っていくということになる。そして総枠を確保する。そしてあとはヒアリングに応じて地方創生局の方で各市町村の方に配布する、こうしたことになる。今の鶴見町長が指摘しているような、あのその町その町だけを減らせっていう指示をしたというわけではないという、というか私の仕事っていうのはそのヒアリングに基づいてまとめてくれますから、地方創生局それを国へ持っていって、こうした事情です一つ一つ理解をしてもらう、そしてあこれは確かに特殊財政事業ですね、印象を深く持ってもらって、町村の総額を増やすのが仕事で、減らすのが仕事ではない、そこのところは誤解をしていただくと困るなという。それで言いますと、あの災害とか、まあ、雪の問題で、まあ、そういう費用が必要な場合っていう、であの半田病院でですね、サイバー攻撃ってまさに、まああのまあ、災害に近いような大変なことだったと思うんですが、そういう場所でもやはり減額になったっていうのはどうしてなんでしょうか。はい、で実は昨年の10月の31日半田病院がいわゆるランサムウェア、サイバー攻撃、まあ、これを受けて8万5000人のいわゆる電子カルテの閲覧ができなくなった、大変な状況になったんですね。で新規患者さんの受け入れ、これをまあ中止せざるを得なくなったと、まあ、ちょうど衆議院選挙その開票日でもあったんですけどね、まあ、ということですから、当然のことながら病院をはじめ関係者多くのご苦労をなされた、当然それに対しての復旧するためにかなりの経費がかかった、当然ですからうちの担当の方からもどうなんですかと当然そうしたものを聞いて、それで、まあ、まとめて私の方で、その中で実はない、でなんでないの、いや要求がなかったということなんですね。もし要求があればおそらくかなりの金額する必要は当然増えていた、まあ、このようには思いますけどね。ただ要求がない部分については言えないですからね、まあ、こういうことなんですね。まあただそのあれほどその市町村会議でですね、まあ、不満を述べられたということは何かしらやっぱりその不信があると思うんですが、それならばその算定根拠をですね、まあ、明らかにしてですね、まあ、別にそういう意図的なものはないですよっていうのをする方が分かりやすいと思うんですけども、つまり算定根拠っていうのは今申し上げたように、特別交付税の省令の中で書いてある、でどんなものが特殊財政事業であるかという例示なんですね。で特にこの中で包括的なものを先申し上げた27項目プラス1特殊財政事業、まあ、そうしたものに基づいて実はお聞きをして、そしてまずはその金額
どのくらいかかったんですかと。ただそれで5000万かかったから5000万くれると、そうしたものではない。つまりなぜかというと総額が決まっている国全体のね。でそうした中でどこかで大きな災害が、あるいは雪がより予想以上に降ったといったら、当然足心地がされてしまうので、だからそうした項目について特にあの場でも私がお答えしたように、例えば県西部で一時期雪もすごく降ったことがあったんですよね。え、南国の徳島で雪降るの、今降るんだと、まあ、こういうことである一つだけではなくて、西としての何か、あ、なるほど、そのエリアではね、あるいは南で、これも分かります。なのでそうしたものをヒアリングの時にぜひ言ってもらいたい。ただランサムウェアの話は確かにこれ一つの話だけど、インパクトのでかい話なので、じゃあランサムウェアというものを項目に買ってけ、それはもう元々ない。だからあくまでも省令に基づいてきっちりとやる、まあ、こうした形を取らせていただいてますので、当然そうしたものの中でその他財政需要というね、28番目のもの、こうしたものの中に入ってくるんですけど、それはその年々によって違うし、毎年ランサムウェアの攻撃があるわけではないわけですから、やはりそれぞれのところであった。ただもし仮に来てたら翌年をぐっと落ちますよね、その分ないわけだから。だからそうしたものであるということをもっとご理解をいただいておければ今回のようなことはなかったんです。思うんですけどね。まあ、鶴見町長から泉知事宛てに、ね、まあ、その算定根拠とかですね、いろいろ明らかにしてほしいという文書を、まあ、今日送ったというふうにおっしゃってますけども、はい、それについてはどう対応されますか。このところきっちりと、というのは毎回地方創生局の方からヒアリングをして結果配分をしたら、で当然増減が出ますので、そうしたものは事務的にお伝えをしておりますので、首長さんがなおそこに対してもっと詳しく知りたいと、で、まあ、文書を送ったということであれば、当然それをきっちりとヒアリングに基づいて、そしてそれがどう反映されたのか回答させていただくということになると思います。どうぞ。で、まあ、先ほど知事の仕事としては国に対してその県の枠を確保してくることだというふうにおっしゃってましたが、まあ、その一方で県としてはその町村への配分額を決定するという仕事があると思うんです、はい、まあ、そこで、まあ、算定根拠ももちろんあると思うんですけれども、ここにその県としての裁量の余地があるのかどうか、ここについて、まあ、我々の取材に対してですね、町村政局が裁量の余地はないというふうに答えているんですが、まあ、本当にないのかどうか、総務省は県として裁量の余地があるんじゃないかというふうな見解を示しているわけなんですけれども、そこについて知事はどうお考えでしょうか。はい、でこの裁量の余地ということに対して割と広く皆さん方こう考えていることがあって、先ほどから申し上げているように特別交付税どういった項目を対象として配分をするのか、これは省令で3条5条7条で、5条の中にさっき申し上げた包括的な部分27プラス1は何かというと、その他特殊財政事業という形なんですよね。そう書いてある。だから多くのほとんどの県はそれを元にして、でこれは市町村も知ってるわけだから、当然それに合う形でうちはこれが非常に多いんだよということをヒアリングで言ってきてもらう。ただその言った金額がその通りつくかどうかっていうのは、他のエリアの災害とか雪、これによってどのくらい我々が圧縮されるのか、これによって変わってくる。だから市町村課の方で回答させている裁量の余地がないというのは、はっきりこの省令に基づいて算定をしなさいと、これは国も我々都道府県もそれに縛られるわけ、それ以外の余地はない、まずはこれが前提で裁量の余地がないとお答えしたと。で国の方がそうは言っても裁量の余地がっていうのは、その他財政需要は先ほどの28番目の項目、ここのところなんですね。じゃあ今回のランサムウェアみたいなものが出てきた、でこれが例えば2億かかりましたといったものをどう言っていくのか、そもそもこれを入れるのかどうかというのはなぜかというと、じゃあこの措置何らかの形で鶴見町がしたはずなんですよね。でも特別交付税ではヒアリングでそれを要求していないということであれば、国から何らかの補助金、こうしたものをもらうという可能性もある。それがあるということは認知してない。
だからもう一つは半田病院の経営全体の中で、まあ当然全体が赤字であれば厳しいわけだけど、ある程度コロナにだいぶ貢献をしてくれているので、そうしたものの中で出してきた。で、そうした場合については当然特殊財政事業にはならない。国の補助金をもらっても、あるいはその中の内部留保で対応しても、これはならないですよね。まあいう形になりますので、まあおそらくそうした形を取られたのかな。という形なんですよね。まあ、つまり今のお話をお伺いすると、うん、そのまあ、算定式がガチガチにあって自動的に決まるようなものではないというようなことでいいんですかね。だから何度もさっき申し上げたように 94% 交付税総額のね、この部分が普通交付税ということで人口、面積、それぞれに密度補正、段階を補正とかいろんな補正をかけて、そしてあたかもある自治体、都道府県、市町村それぞれ標準団体というのを決めるんですよね。そこを弾き出して、でそこからじゃあ人口がどのくらい少ないか、例えば人口が半分になったから経費が半分にはならないわけなんですよ。必ずいるものがいるということなんで、かといって人口が倍になったから倍お金がかかる、そうでもない。そうしたものをこういろいろ補正という形をかけて、ただあまりにも最近政治になりすぎて、例えば災害が起きました。ある程度災害も見込むんですよ。あるいは雪がドバッと降りました。線状降水帯でやられました。これは全く反映されていない。そのために 4% 残した特別交付税でそこを埋めるという形なんですね。だから熊本地震あった時になって我々大きく減っちゃうことになりますね。だからそうした形となっているので、当然ここの部分については、まあ、しっかりと我々はそこに書いてある省令に基づいて市町村課の方としてはまず最初に傾向、これを副市町村長、総務課長会議でお伝えをして、で次にヒアリングをしっかりさせていただいて取りまとめ、でそれを今度は私が総務省の方にこんな事情、特殊財政事情があるんですよとお伝えをして、どれだけいただけるか、まあ、いただけるかという言葉がいいのかどうか、もともとは我々地方の独自財源、ただそれを今総務省の方が一応配分をする、そうしないと47都道府県でいやいやうちの方そっちってこういうことになるので、今は当面そうしてもらっているという形なんですね。まあ、その特殊財政需要分のですね、取り扱い配分をどうするかという、まあ、他の都道府県でも、まあ不満とか批判が出るような部分なのかなと思うんですけれども、まあ、だからこ そのどういうふうにそこを算定しているのかというです、ね、基準とか根拠をです、ね、示して市町村に、町村に対して説明する責任が県にはあると思うんですけれども、今回の件について改めて山頂に、説明をするというようなお考えはありますか。だからもうすでにさっき申し上げたように事務的にはどのくらいの金額になり増減、その理由というのは当然ある程度お答えをするわけですよね。でただそれが首長さんとしてまだ納得ができない。で、文書でまた投了すればこういう理由ですというのをお返しをするという形です。で、算定根拠というのはさっき申し上げたようにちゃんと法令に基づいてやることと書いてあるので、それにのっとってやるということですね。だからそれが一番の算定の基準っていうのは、普通交付税と同じように特別交付税もあまりにもガチガチにしてしまったら結果うちこんなにかかってるんですよ、でも算定の基準だったらおたそんな無理ですよと、こうなっちゃう、そういうもんじゃない。普通交付税はそうなんですよ。いくらもっとかかってると言ってもいやこういう算式になってるから無理だから、それを埋めるのが特殊財政事業だから、こちらの普通交付税の算定上1億です、ところがうち実は1億5000万かかってる、この5000万この算式に合わない、そうした部分について理解をしてもらえれば当然その5000万は特別交付税で出しましょう。つまりそういうふうにして、片や非常にもうガチガチだから、片やファジーでこのガチガチを補うというのは、行政は生き物なんで当然災害も起きる、あるいは雪も降る、特別な、ね、今回のサイバー攻撃を受けたらそうしたものがもし出てくればそれも対応する、いろいろあるわけ、そこにファジーに対応できるということが必要になる。
だからさっきあえて特別交付税のご質問だったんだけど、普通交付税、そして特別交付税、全体の仕組みを申し上げたっていうのはそういうことなんです。非常に普通交付税をガチガチに今してしまったということで、そうした点についてやはりもう少し弾力的に、でもこっち弾力的にしちゃうとね、当然あるところは増えてあるところが減ったらまたこれは文句が出ちゃうので、それを特別交付税の方で補いましょう、こういうことになる。すみません、はい、関連して、その鶴来町で栽培攻撃の被害額に被害について、特別交付税で要求するように、あの地方創生局の方はそう促したりはしたんでしょうか。あくまでもこれは各それぞれの市町村がさっき申し上げたように、例えば国の補助金ということで対応できるとか、あるいは内部留保のもので十分、あと黒字になるのでできるとか、手立てがあるわけです。ただいろんな手立てを尽くしたんだけど、どうしてもそれダメだと言った場合に特殊財政事業、もちろんそれが普通交付税で算定されたとダメですよ。たださっき申し上げたように、普通交付税上はうちどう見ても算式があるから1億5000万かかってる、だからあとの5000万をなんとか特殊財政事業として出してくれる、これはありなんですよ。だからそういった点は各市町村が積極的に、当然それについてどうですかっていうのは促してますけどね、出せということはだって手立てができてるんだったらですね、いいわけで、二重計上できないから、後でそれ言われて減額されちゃいます。もし補助金もらってるか分かっちゃったらね、そういう形なんです。それも当然地方創生局の方で聞いてます。はい、あのこれほどまでに分かりやすい知事の説明の中でですね、ええ、それでもなぜその3つの町はこれほどまでに不満を知事にぶつけるのだと思われますか。やっぱり3つしか減ったところがない。もしこれが半分減っていたということだったら相似かなということでね、だから今回その3つ減ったところで全部で534万1000円減ってるんですけどね、まあ、今回全国が 9.1% 伸びたで、当然みんな南国の徳島って少ないですよね。で伸び率が 6.1%、 これ割り返してみると 6.21% 伸びていればこのマイナス部分を補うことができないということで、本当にコンマ11の世界なんですよね。だからまあもしランサムウェア来れば当然ボーンと伸びてたと思うんですけど、この少なくとも我々がヒアリングをさせていただいていただいたその特殊財政需要ではそこまでが限界だったと、ほんのわずかの話なんですよね。そしたらおそらく今回のような話はなかったんじゃないかと。だから全部が増えるってなかなか難しいんです。あるいは前の年が増えてたら翌年は当然特殊の部分がなくなる、それはもう自動的に落ちますから、そういうものすみません、最後に町村への配分額の決定について、知事が何か指示をしたのかどうか、もうこれは市町村課で決めたものを知事が了としたのか、その辺はどうですか。了とするというよりも決裁規定上は地方創生局長になってますから、私のところまでは当たって、もちろん全体こういうことを報告しますというのはあっても、それはそこで土星なんていう話だって、言ったらこのさっき言ったヒアリングの結果が覆っちゃいます。それでもう決裁上もその明らかになってます。これは地方創生局長ということになる。その一部の局長からこの県の嫌がらせではないかということを言われてますけど、それについてどう。だから何度も申し上げているように嫌がらせをする余地はないわけですよ。つまり増やすことが仕事なわけです。というのはなぜかというと、全体の枠、国も枠が決まっている、こっちの総額が決まる、そうしたことになると、どっかを例えばね、増やすか減るとか、こういう話になってくるんで、当然のことながら、こんなにうちは増えてるのに、なんでこんだけしか増えないんだっていうところも出てくるわけですよ。だからそこはもうみんなが納得できるように、ただヒアリング、それとその前に副市町村長、そして、
総務課長会議もやって、その年のトレンド、これは全国トレンド、こういったものもお伝えをして、課題算定にならないようにしてくださいねということも言ってるわけですね。ただどうしてもやっぱり市町村長さんとしたら減った方が少数派になってくればくるほどメンツっていうものがあるんでね、これは分からんじゃないんですよ。であればでも特殊財政需要をなるべくヒアリングの時に地方創生局の方に言っていただいて、私がなるべくそれを国に言いやすくしてくれると非常にありがたい、そう思っています。この時に何でしょうか。はい、ありがとうございました。